筆日より株式会社クレタケは日本の文具メーカー。以前の社名はクレタケ清書堂。本社は奈良市にあり、書道用の固形済み、墨汁、筆、硯などで知られるメーカーである。他にペン、糊、瓶線など紙製品を製造。近年はスクラップブッキングをはじめ、カリグラフィー、水彩絵の具など、クラフト、アート用品も製造しており、 アメリカや西欧など海外に幅広く事業展開している。呉竹はもともとは炭の商品名。創業者の綿谷が炭の売り込みのため全国の学校を回っていた際、訪問した熊外高等女学校の校内市の名が呉竹であり、綿谷がこれに感銘を受けたことから命名された。創業者である綿谷奈良吉は1877年頃から、 当時有名な製炭業者であった大森特衛の店で炭職人として働き炭作りの技術を磨いた。その後午前4時半から正午まで大森の店で1日分の仕事をした後、自宅で自分の炭を作りたの炭屋の下請けで商品を収めるようになり、この資金をもとに、それまで三条通りの奥に住んでいた家を引き払い、内市原町一番地のわらぶきの家を買い、 1902年10月1日に、製済業者として独立した。奈良吉の長男、綿谷奈良太郎は小学校3年生から家業を手伝い、炭の生産過程を習得し生産面の責任者となり、次男の千次郎と4男の五郎は、高等小学校を卒業後に販売面を担当し、近くの店を回るようになる。奈良吉は妻駒のアイデアで、 東京の筆木卸商し平安堂の信用を終え、平安堂ブランドの炭を大量に製造し多くの利益を上げることができた。奈良吉は自社ブランドで炭を販売するために1924年10月に合名会社清少堂商会を設立。この名は奈良吉自身の命名で、精密な仕事で上昇するという意味である。この頃清少堂は、 全国の学校を訪問し墨を売り込んでいたが、1926年頃、埼玉県の熊谷高等女学校の同窓会、呉竹会にその品質を認められたのが縁で、墨のブランドに、呉竹という名を使うことを許された。この、呉竹の原点は、明治天皇の和歌、芽生えよりすぐなる心呉竹の伸びを育めようのが、心を、に由来する。それ以降、 くれたけずみが主流製品となり、1932年8月に、組織変更に。戦後、連合国軍最高司令官総司令部は、日本の義務教育における書道の授業を禁止する、布告を出す。戦争により、衰退気味であった、奈良の清澄業界は、大きな打撃を受け、約50件あった、清澄業者の半数は転業した。悲観した奈良太郎は、 平駅から戻ってきた二人の息子、綿谷康弘、綿谷義隆には家業を継がず他の仕事に就くよう進める。しかしその後、総司令部の方向転換により書道は自由。選択科目として復活し文部省の学習指導要領も改められると、1950年頃から奈良太郎も二人の弟や息子たちと事業を再開した。 1956年奈良市大宮町に大ホールを備えた鉄筋3階建ての新社屋が完成。新製品開発の第一弾として半練り状態の炭をチューブに入れた炭の香りを発売する。しかし、全国の校長先生からひどく叱られ、売れなかった。1958年には炭しずくの名で初動用液体炭を業界で初めて売り出した。 すすの比重を上げて浮かすことで沈殿を防ぎ書面が光らない工夫をしたが、またも叱られ80%もの返品があった。しかし若い先生や塾の先生からは褒められて、これをきっかけに液体済みが主力商品となっていく。1958年10月にはサインペンを開発、クレタケドリームペンの名で発売した。これは吉高のアイデアで彼は、 モリソン万年筆の工場に通って筆記具の製造を学び、東洋棒の X ランを真に使うことを考えついた。このサインペンは飛ぶように売れ外国からも注文が殺到する。これに自信を得たくれたけ清少堂は、1965年4月に筆記具生産専門の別会社としてくれたけ工業株式会社を創設し、海外との貿易も開始した。 1968年にはくれたけ工業の本社ペン工場を奈良市南京場手町7丁目492番地に移転、1971年5月からは安弘が本社の社長に吉高が本社専務とくれたけ工業の社長を兼務する体制となった。こうしてサインペンの海外輸出が製済みと並ぶ経営の柱となっていたが、 1971年のドルショックによる円の切り上げは、日本の輸出産業に大きな打撃を与え、くれたけ製商堂も貿易から一時撤退することとなり、それに代わる国内での新しい商品の開発が急務となる。そして炭作りの伝統とサインペンで培った筆記具製造技術を結びつけ、手軽に筆文字が書けるペンの開発プロジェクトに、会社の命運をかけることとなった。 1973年11月2年の歳月を掛け筆のようなペン先にこだわって開発されたくれチクレ・蓄筆ペンはオイルショックで合成樹脂の原料調達に苦労するがなんとか10万本を製作し関西圏でテスト販売した。画期的なペンの評価は高くもっと商品が欲しいという声が相次ぎ、翌1974年には需要を411万本と、 予測し、増産体制を取る。夏の初中見舞いを当て込んだが予想に反して商品は売れず、夏の終わりには不良在庫になるかと心配された。しかし、年賀上昇戦にテレビ CM の全国展開など販売キャンペーンを繰り広げ12月初旬にはほぼ完売。その知名度が全国に浸透した。ありがとうございます。